本日の動画は、はい、どうも皆さん、こんにちは。ベルサスです。というわけで、今回もノギフレやっていきたいと思います。さあ、本日なんですけども、新しく和田さんのガンマが登場いたしましたので、そちらの方を見ていきたいと思います。はい。ということで、和田さんが、衣装がですね、幸せの保護色ということなので、まあ、前回、樋口さんも幸せの保護色だったんですけども、まあ、斎藤飛鳥さんがルート246で、それ以外の二人が保護色だったので、まあ、もしかしたらなんか、一期生保護色なのかなとか若干思ってたんですけど、はい、まあそういうこともありまして、あれ、ね、今一期生ってあと何人いるんだ。ちょっと待って、秋元さんでしょ、まずで斎藤さんでしょ、樋口さんでしょ、和田さんでしょ。あ、4人、じゃもう4人なのか。あらー、あ、そう、これあの思い出の順番変わりましたよね。卒業メンバーがあのケツの方にあのお尻の方にくっついていたので、なんで順番がちょっと変わりましたよね。4人か。まあ、このあれ、秋元さんもガンマ出てなかったっけ。いや、まだか、それは。斎藤さん以外の2人が幸せの保護色なんで、もしかしたらね、秋元さんも保護色なのかなとか若干思ったんですけども。はい。ということで、今回、性能見ていきたいと思います。サンクス属性か。はい。まず、スキルから見ていきましょう。これね、長いんだよね。長いから読んでる間に動画終わっちゃうんじゃないかな。はい、やってみましょう。残り HPR が最も低いライバルで3回 250% のアピールを行います。自身のサンクスがアピール対象以上の場合、何でも相手以上の場合ですね、自身のサンクス分の固定値を上乗せするというふうな感じです。で、1のアピール後、1の効果によってライバルをリタイアさせていた場合、残り HP 割合が最も低いライバル1名に 500% のアピールを行います。自身のサンクスがアピール対象以上の場合、自身のサンクス分の固定値を上乗せします。はい、3、2の効果でライバルをリタイアさせていた場合、自身を回避率アップ状態にしますと。はい、もうこの内容だけ見ると発動条件多分今までの中でめちゃくちゃ難しいかなと思います。まず第一に、このスキル、まあ、マーヤチャレンジ中っていうスキルがもう本当に、なんていうのかな、その名の通りなんですけど、あの、リタイアさせなければいけないんですよね。なんで、ちょっとそこが難しいポイントだなっていうふうな気はします。はい。で、ちなみにサンクスの固定値を上乗せするというふうなことだったので、まあ、実際に僕の手持ちのメンバーでサンクス、まあ、斎藤さんかな、一番育ってるのが。のステータスを見てみると、まあ、一応4万6千とかあるので、他のキャラもちょっと見てみようか。このレナシさんそんな育ててないからなんだよな。でも4万は一応あんのか。なんでまあ、ある程度やっておけば、まあ、4万近くは固定値として上乗せされるんじゃないのかなっていうのと、あとこういうスキルを持っているメンバーあるあるなんですけど、あの、サンクスとか自身のその、なんていう属性のやつが結構高めに設定されていたりとか、初期値がするので、まあ、もしかしたら5万とかいってるかもしれないんですけど、まあだいたい4、5万ぐらい、上乗せ、固定値上乗せというふうなイメージで持っておいていいのかなと思います。まあ、5万かってなっちゃいますけどね。なんか、あれですよね。結構上級レベルというか、まあエクストラステージとかでいくと体力が1000万、2000万とかの敵が、ポンスかポンスか出てきたりとか、ただまあ取り負ける600万とかそういうのも結構多いんで、まあそのうちの5万固定で削れるのはすごいありがたいんですけどね。まあちょっとなんかなみたいな感じはありますけど、まあもしかしたらいろんなね、付与であのどんどんプラスされていく可能性もありますけども、自身のサンクス分だからな、どうなんだろうな。はい、っていうちょっと1個目のスキルは難しめですね。はい、2つ目のスキルです。ライバル3名に 200% のアピールを行います。1のアピール後、残り HP 割合が最も高いライバル1名に 800% のアピールを行いますと。1と2の効果中に会心アピールが一度でも発動した場合、自身と残り HP 割合が最も高い味方1名を3ターンの間陽動状態にします。はい、陽動状態、ディフェンスが 50% 上昇、陽動状態でライバルにアピールされた場合、70% の確率で、ライバルを一旦落胆状態にする。ほう、なるほどね。あー、なんかカウンターでみたいな感じか。味方1名を3ターンで陽動状態にするから、その状態でライバルからアピールをされたら、そのライバルを落胆状態にする。あ、結構こっちの2個目のスキルは面白いですね。うん。なんかサポートとして結構入れておいていい感じはします。
1個目のスキルがね、ちょっと発動条件がめちゃくちゃ難しいから、2個目のスキルで結構リカバリーできてるようなイメージはありますね。はい。で、パッシブがアピール命中、それから HP サンクスのアップとなっております。サンクスアップもあるんで、まあここでもしかしたら上乗せいろいろできるかもしれないですね。はい、ということでシンクロも見ていきましょう。 SSR がなくて、あ、間違えた、 SR、海流の島よで、斉藤さん、樋口さん、和田さんのやつですね。結構前の楽曲、結構前の、これアンダー楽曲だっけ、なんだっけ、いや、あ、アンダーだっけ、ユニットだっけ、どっちか忘れちゃったんですけど、結構もう 2,3 枚目とかじゃない多分これ。めちゃくちゃもう俺懐かしいって言っちゃったけど、でもライブでもその全楽曲披露ぐらいじゃないともう披露されないんじゃないかな、この曲は、っていうぐらいめっちゃ昔の曲だった気がする。ごめんなさい、そんな前じゃなかったかもしれないですけど。はい、でもう一個、泥だらけその1、和田さんで、山下さん、遠藤さんとなっております。泥だらけってなんだろう、俺ちょっとこれはなんだろう、元ネタになってるものがわからないですね、こればっかりは。じゃあごめんなさい、もしかしたらね、僕がその確認しきれていない、なんかその光 TV 限定の番組だったりとか、なんかいろいろあるじゃないですか、あの乃木坂遊ぶだけとか、ああいうのもあるじゃないですか、もしかしたらその内容かもしれないし、であと直近の僕、あの5期生紹介会からちょっと乃木中見れていないんで、もしかしたらそこの内容かもしれないですけども、といったものが今回の和田さんの、なんていうのかな、ガンマとなっております。はい。で、復刻で佐藤さんも来てます。はい。もうめっちゃついでの紹介で申し訳ないんですけども、はい、来ておりますと。はい。まあ、これはまたなんか別途言おうかな、みたいな感じで、ちょっとだけ紹介するんですけど、グループ対抗ツアーが正式にリリースされました。はい。というふうなことだけ先に言っておきます。ということで、以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。あ、そうだ。この元ネタとかのコメント、なんだろう。わかる人？ここの泥だらけとか、まあ、海流の島へもどのシングルかとか、もしわかる方がいたらぜひコメントの方でね、教えていただければ、幸いです。はい。ということで以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。